ニクラス・ズユーレは、ドイツヘッス選手フランクフルトアムマイン出身のサッカー選手、バイエル・ミュンヘン所属、ドイツ代表、ポジションはディフェンダー。2010年、TSG1899 ホッフェンハイムユースに移籍し、2013年にトップチームに昇格した。2013年5月11日、ブンデスリーガハンブルガー SV 戦でデビューを果たした。81分に、 アンドレアスルドウィックと交代するまでプレーし、チームは1から4で敗れた。2012から13シーズン、ホッフェンハイムは1、FC カイザースラウテルンとの入れ替え戦に勝利し一部残留を果たしたが、10レはリーグ戦2試合と入れ替え戦2試合に出場した。2013から14シーズンには重要な選手となり、リーグ戦25試合に出場して4ゴールを挙げた。 2014から15シーズンは開幕から14試合連続でフル出場していたが2015年12月12日のフランクフルト戦で全十字人体断裂という負傷をしたこの負傷によりこのシーズンの残りの試合をすべて欠場した2015から16シーズンは負傷から復帰しリーグ戦33試合に出場した2016から17シーズンは リーグ戦33試合に出場し、ホッフェンハイムの4役進に貢献したことで、チェルシーやバイエルンミューンヘンなどのメガクラブが、従礼獲得に興味を持った。2017年1月15日、2017年夏に同僚のセバスティアン・ルディと共に、バイエルンミューンヘンに加入することが内定した。7月1日に正式にバイエルンに加入した。 2017から18シーズン2017年8月18日、ブンデスリーが開幕戦のバイエルレバー空前戦に先発出場した。この試合では、同じホフェンハイムから移籍してきたルディのアシストからシーズン最初のゴールを挙げた。9月12日、UEFA チャンピオンズリーグの RSC、アンデルレヒト戦で CL デビューを果たした。このシーズンは、 リーグ戦27試合で2ゴールを記録し、CL では9試合出場した。バイエルンは2位のシャルケと勝ち点差21の大差をつけ、優勝し、ズユーレは初のブンデスリーガのタイトルを獲得した。DFB ポカールでは、キャリア初めて決勝を進出したものの、フランクフルトに1の3で敗れた。2018から19、シーズン DFL スーパーカップのフランクフルト戦に出場し、 このシーズンをスタートさせた。2019年4月20日、ベルダーブレーメン戦において決勝ゴールを挙げた。この勝利によって、バイエルンはリーグ首位になった。5月18日、2位のボルシアドルトムントを勝ち点で2ポイント上回ってシーズンを終え、2度目のブンデスリーが制覇を果たした。5月25日、DFB ポカール決勝の RB、ライプツヒ戦を3-0で勝利し、 初の DFB ポカール制覇を経験した。ブンデスリーガ31試合に出場しにゴールを挙げた。このシーズンのブンデスリーガで4番目に多い、タッチ数ながら、パス成功率は95%を上回った。公式戦42試合に得点の成績を残した。2019から20シーズン UEFA チャンピオンズリーグ決勝のパリ・サンジェルマン戦では、負傷退場した。 ジェローム・ボアテングに代わり出場して優勝に貢献した。ドイツ代表として各年代でプレーし UEFAU-17 欧州選手権2012に出場した。2016年8月26日、ドイツ代表に初選出された。2017年5月、ロシアで開催される FIFA Confederations Cup 2017の代表メンバーに選出された。 2018FIFA ワールドカップのメンバーに選出された。2018年6月27日、グループリーグ第3戦の韓国戦で初出場を果たすも、ドイツは0の2で敗れ、1938年大会以来となるグループリーグ敗退となった。ありがとうございます。